Was? よし、今日は月曜日ということで、ね、普通に学校なので早めからね、配信です。昨日はね、昨日ね、夕方にグラかしようと思ってたんですけど、ナンバーから帰ってきてたらもう結構遅くて、何グラできる時間じゃなかったので、ちょっとね、昨日はやめにしなりました。でね、なみちゃん能力欲しいんだめ、あ、そんま、そんなんでやってくれたんや。そうで、昨日自分で帰ったから早めに出ないといかんくて、待ってたね、ごめんね、マジで。なんか早めに出なあかんけど、ギリギリまで降りたくて、それでなんかめっちゃ微妙な時間になっちゃったからさ、相手の身体能力、奪い能力、普通に強いやん、やば。すごい。練習お疲れ様でした。ありがとうございます。しょうがないから66はじゃあミス。ははあ、確かに10期のやつね、10期ですの。オーディションね、今日前髪やばいねんけど、普通に無理、使いすぎたインフルエンザちゃう、どういう。不思議だね。11歳、あ、ね、前目もさ、もうちょっとだけ誕生日がさ早かったら、8期生さんか、8期生さんのオーディションを11歳で応募できてた。うん、だから誕生日が8月とかやったら、8期生さんのオーディションの方を11歳で受けてることになってたな。11歳の子、小6、もう12になる年か、次。難しい。ちょっと難しいね。
え、そう、8期もし8期生やったらあみからあやみさんって呼ばれてた。え、分からへん。でも同い年やったからさ、同い年やったって同い年やからさ、あやみが8月誕生日やったとて、同い年やから普通に敬語でじゃなくてタメ口で喋ってほしいってなってた。プロフィールを着ている実に書いてることだよ。すごい、なんかあれ、ここに紙貼ったってこと。普段一人称が名前の子がちょくちょく名前言ってた。あれよな、まずそれはほんまにある。うん、だって私あやみもそうやったもん。私あやみもそうやった。一回だけやった。110番ちゃん14歳、そどっちや、中3、中2、クレヨンで迷い荒れるよ肌。中学2、3年生の子がそんな子してる。T シャツに直接書いた、やばデクみたい。ちなみにはそのまあ他の9期の子は分かへんけど、アミは絶対にタメ口にしてって言ってたと。でもないるしやもんね。見て、あやみちゃんさんなら困りそう。あやみちゃんさんあ、10期生で。そうやで、昨日のさ、X ももかさんがさ、あのさ、返信くれててさ、うれしい。110番じゃあもうすぐ、あ、1個上か。じゃあ誕生日がまだの13ってことか。14やったらさ、もう誕生日の中2の可能性もあるから、20歳ぐらいの子に英語使えて戸惑ってる。めっちゃ早く見てリサさんとかさ、黒作さんとかどんな感じやったやろな。柳生さんとかさ、結構さ年上のメンバー、ん、ちゃうわ、柳生さん、え、あ、違う、柳生さんは今関係ない。九期か、九期結構あやみとあみがおるから不思議よな。ん、あれ、違う、ん、もうようわからんなってる。じゃあ、年下メンバーがあやみとあみしかおらんから不思議やなっていう話をしたい。ママ多分これあれ二度寝、何度寝か知らんけど、二度寝用とかのやつやろ今日も。
だから多分まだ大きいヒント。候補生時代のリサさん、髪の毛ボサボサで100本の熱唱しました。かわいい。キューキスで始め年少めた年長。いやそんなことなかったかな。じゃあね、なんかもう初めから仲良かってんな、なさに。なんか受かった時から、合格発表の時からも仲良かったみんな。そんなん言われへん、普通に。あやみが緊張しすぎ、緊張なんなん分からへん、もうもう初めてやからさ、もうそんな。いやでも絶対しばらくは喋らんと思う、緊張と人見知り。眉毛が長いんよな。リサヒが別に小さくて可愛いと言ってるのが洋館。確かにな。うん、自分、うん、あの、でもリサヒーさんも可愛いってなる。そんな言ったら。うん。どこ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 。あ、おっとっとっと。戻ってきたぞ。規制も学生の子は年齢的にできる時間が限られてるから大変そう。そうだね。だからマジあやみたちさ、入った時は言うて小6やったけど、もうさ時期的にはさもうすぐ中1になるからさ、まあまあまあまだよかったんよ。でもさ、その今入っても今さ小6として入ったらさ、うん、大体何月ぐらいなんやろな、今29までやろ、まあ大体6月ぐらいに何かあったとして、6月ぐらい分からん、うん、まあぐらいやとして、そっから9ヶ月間もさ、その小学6年生のさ時間帯で活動しなあかんっていうのは多分結構きつい気がする。お菓子パーティー組さやな、お菓子パーティー組増えます。君たちはね、あやみとあみはさ、もう言うて3ヶ月ですぐ進学とかやったけど、喧嘩してある。なんかそうすぐさコンサートとかでも吐けなあかんかったりしなあかんかもやからさ、ちょっと嫌やん、それは自分も。それでもうその子のファンのさ方もさ、
あー誰々ちゃんってなっちゃうやん。そう、小学生は20時までで、中学生は9時まで。9時もだいぶきついけどね。そのコンサートなんてさ、何があるか分からへんやん。え、そう、いまだに、あでも1回、え、そうやね、実は2回公演も、2回公演も、あ、そう、残りたかったって思う時も全然あったし、あ、あれは残れたわ。渚さんの卒業コンサートは残れた、あの最後の方。夜の方の渚さんの卒業コンサートは残れ、残れ、反省会すらじゃ、反省会があってもなくてもなんかね無理なんだよね。その なんかなんだろう、なんかね、公演終わっても着替えたりして、まあ、髪の毛ね、ツインテールとかもらうから外したりして、で劇場掃除したりしてたらもう8時半とか4回で、まあ、そっから反省会やったりなかったりしても、もうなんか15分も9時まで15分もないみたいな感じだから、15分熱出てたよな。277日かな。終わります。学校と準備があるのでね。あ、行きます。13ヨモくんありがとうございます。12マスオさんありがとうございます。11位デブリノイドさんありがとうございます。10位コーミルさんありがとうございます。9位ナルさんありがとうございます。8位ヨッシーさんありがとうございます。以上。7位ピーマルさんありがとうございます。6位セキさんありがとうございます。5位タカラノさんありがとうございます。4位タカマサさんありがとうございます。3位ジョーさんありがとうございます。2位でこまっちびとさんありがとうございます。ステイチャブロスさんでした、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では行ってきます。動かんくなった、生きてきて、では行ってきます。ありがとうございます。沢川さん起きてた、起きたわ今。マジで今週頑張ったら3連休で、んでまた3日頑張ったら4連休 OK、 頑張ろう、よし。マジでもう気が持たないよ、そんなことじゃないと。今週は5連勤、勤って言わない、5連学校、5連校で。
日はありがとうございました。私は学校に行ってきます。ありがとうございました。また後で、また後でじゃないわ、夕方か学校終わってから、ちょっと用事を済ませてから配信するのでよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。